さんこんにちは、ビギレジェンドスペラです。本日はこちら、全国のねキティちゃんファンの皆さん、お待たせいたしました。キティちゃんのねコラボシェーカーがついにね登場となります。以前ね、キティちゃんとね、コラボレーションフレーバーでね、プロテインなんかもね、展開してたんですけど、まあそちらね、数量限定っていう形でね、今はもう販売してないんですけれども、最近ね、ビールジェンドプロテインをね、飲んでいただくお客様が本当に増えてきて、女性のね、方からもね、女性らしいシェーカー欲しいっていうね、声もたくさんいただいておりました。今回ね、こちらキティちゃんとのコラボレーションが実現して、ダンベルシェーカー新型のね形でキティちゃんのデザインが新しくなって登場となります。可愛いですね。表面はねこちらキティちゃん正面バージョンで、裏面などねキティちゃんのお尻がね見えるっていうね、本当にね可愛らしいデザインになっております。カラーリングもね、本当キティちゃんのねイメージぴったりのね赤い色になってますね。この女性向きとかね言ってましたけど、僕もねこう使いたいぐらいですね。可愛いですね、キリちゃん。ギャップ萌えみたいなやつですかね。男性がこう使ってたら、なんであんなマッチョが使ってるのってなったりするかもしれませんからね。僕もちょっとその辺を狙ってジムで使ってみようかな。でこちらのねシェーカーなんですけど、まあ、メモリ線はねこちらで 500ml までのね線があるんですけど、まあ、キワキワまでね入れたら、だいたい水がね約 650ml まで入れることができます。ただプロテイン1杯飲む分にはね、だいたい 200ml とか 300ml ぐらいかと思いますんで、まあ、十分なね量がね入る設計になっております。これまでのねシェーカーと何が変わったかっていうと、本当にねあの握りやすいこのねサイズ感になってたり、そこがねちょっと軽くね円状になってるんですね。この形にねすることによって、水入れてパウダー入れてシェイクした時にこう混ざりやすいっていうね設計になっております。ですんでね、ダマとかがねよりねできにくくなっている設計になっております。でまたね飲んだ後ね洗ったりすると思うんですけど、手がね奥まで、ね、届かないよっていうねお客様の声をねたくさんいただいておりましたんで、この手がね入ってスポンジでねそこまでねしっかり入れていただけるようなサイズ感にね設計しております。で最後はね、こちら蓋の部分、なんとねこうダンベルとかねプレートのねデザインをねモチーフにしたねこうデザインになっております。まあ、ジムとかね行かれる方はねピンとくるかと思うんですけど、まあその辺のねデザインをモチーフにかっこいいデザインになっております。そしてサイドにはキティちゃんトップ、キティちゃんバックっていう形でね、どこに持って行っても恥ずかしくないシェーカーにね仕上がっているかと思います。もちろんね、女性の方にもね、使っていただきたいですし、マッチョムキムキのね、皆さんにもね、使っていただきたいシェーカーになっております。全国のね、キティちゃん好きの方、ぜひこちらのね、シェーカーを使ってね、プロテイン、タンパク質摂取してください。このシェーカーについてね、詳しく知りたい方がおられましたら、以前のね、動画でね、紹介しております。こちら動画の概要欄にね、貼り付けておきますんで、そちらチェックしてみてください。本日はね、こちらキティちゃんシェーカーがね、登場するという動画になりました。でね、勘のいい方はもしかすると、なぜキティちゃんのシェーカーが出たんだ、シェーカーだけなのかっていうね、そういうね勘を働かせた人もいるかもしれません。その辺僕もね、なんでシェーカーだけ出るんだっていうふうに思います。その辺もねまたね楽しみに、ね、していただければと思います。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。